ティへようこそ。待って、もしかしてそれ学校のスピーカー？そう。ダンス大会の道具を借りてきたの？借りたわけじゃない、盗んだんだ。このパーティーのためにね、ちゃんとお礼を言いな。お客様に対して失礼ね。お客？違う、客は好きな時に帰れるんだ。でもあんたたちは、そう、口で言うより見せた方がいいね。閉じ込められたんだよ、お邪魔抜けさん。このルナドームから出ることはできない。いいやつになったと思ったのに。うん、残念ね。ああ、このドームは周りにも上にも地面の下にもずっと続いてるんだ。パジャマスクを閉じ込めさえすればダンス大会の道具は盗み放題。昼間のやつらにダンスを楽しませたくないの。パーティーはあたし。もう、どうしたらいいの？道具を全部盗まれたらダンス大会は開けない。かっこいいとこ見せたかったのに。僕だってそうだよ、ロボットダンスをやるつもりだった。みんな楽しみにしてるからダンス大会は必ず開く。まずここから逃げ出そう。僕に任せて、スーパー月光パワー。ダメだ、動かない。空からも出られないよ。地面の下にも続いてるなら下からも出られないね。キャットボーイがすごい速さで回ればドームの下までトンネルを掘れる。うん、それがいいよ。ダンスのぐるぐる竜巻みたいな動きをやって。でも僕、ああいう動きは苦手なんだ。練習すればできるって。無理だよ、また失敗する。そんなの恥ずかしいよ。他の方法を考えよう。大丈夫だってば。もう一度教えるね。いい？まずはつま先で立つので、片足を上げ、くるくる回る。スーパーキャットスピードでやってね。わかった。わーわーわっ。はっはっは、笑わせないで、変な子猫ちゃん。残念だね、みんなにそのダンスを見せられなくて。そうそう。はっ、音楽が止まった。ついてるね。よしと、もう一回。また僕だ。だから強いって言っただろ。なに、まだ包んである。あー、本当についてる。やったぞ、見てくれ、かっこいい僕の人形。ナイト忍者は何でもできるんだ。へえ、そう。ケーキは返してもらうよ。いや、捕まえろ。本当ありがとう、キャットボーイ、ケーキを取り返せた。わあ、このケーキ見てよ、月光、ものすごくかっこいいな。月光はマスターファンのケーキは欲しくないの。さあ行くよ。でも、ねえみんな待ってよ。わあ、どうなってるの。わあ、やったばい。わあ、やったぞ。ありがとう。落とすんじゃないぞ。悪いね、お邪魔くんたち。ケーキは僕のだ。じゃあな。ちょっと待って、まだ何かあるのか。他のゲームをやらないか。負けそうで怖いなら別にいいけど。怖い？よし、椅子取りゲームをしよう。勝ったやつには、うわ、マスターファンのかっこいい風船。僕、1回目で負けるよ。それでケーキを取りに行く。君たちはその…さあさあ、大スター。どうだ、僕の歌声はすごくパワフルで、物が壊れるくらいなんだ。それ、自慢になるの？なるさ、トカゲ坊や。素晴らしい歌手だっていう証拠だからな。博物館でコンサートを開くから、お楽しみに。行くぞ、忍者リノ。スターさあ、大スター。ナイト忍者を止めないと街中のものを壊されちゃう。明日の発表会で使う楽器も取り返さなくちゃね。博物館へ行こう。
忍者忍者忍者、音楽が大きすぎる。僕の声が聞こえないだろう。下がれ、もっと、もうちょっと、もーっと、それでいい。さあどこからだっけ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。僕はポップスター、忍者忍者忍者。ねえ見て、大変、博物館の天井はガラスなんだ。このまま歌い続けたら粉々に割れちゃうよ。ポップスターはバンドがなきゃ歌えないって言ってたよね。だから楽器を全部取り返せばいいんだよ。ああもう、明日みんなの前で演奏しなきゃいけないなんて。でも任務はやるしかない。は？いいこと考えた。忍者リーノは今影に隠れてるだろ。その上をスーパーキャットジャンプで飛び越えながらこの網で捕まえるんだ。暴れたら月光が抑えて。その間に私が楽器を取り返す。明日の発表会は誰にも邪魔させないよ。発表会？やっとボーイ！は？はいや！や！ほ！や！はいや！さあ、どんな作戦で行く？それじゃあ、キャットボーイはナイト忍者と戦って、その間に月光が姿を消して近づき、私がパッと剣を、うん、あいつがマスターファンの剣を使うなんて許せない。盗んだくせに。そうだけど、キャットボーイダメ。一人で行っちゃった。お前はマスターファンにはなれないんだ、ナイト忍者。すぐ剣を返せ。ああ、よし、かかれ。逃がさないぞ。ねえ、どうする。あ、それじゃ、キャットボーイを手伝おう。スーパーキャットジャンプ。パジャマちゃんたちはおねんねの時間みたいだな。キャットボーイ、怒っても何にもならないよ。そうだよ、見て、マスターファンみたいに落ち着くんだ。ギャーギャーうるさく言わないでくれ。怒りたい時に怒っていいだろ。忍者リーノは任せたよ。僕は剣を取り返してくる。ナイト忍者。何？キャットボーイ、僕たちにも腹を立ててるの？そうみたい。来た。うわ、マスターファンはお前よりずっと強いんだぞ。へえ、そうかい。マスターファンにこれができるか。大変だ。今のはすぐに消せ。おい、触るな、僕のだぞ。忍者リーノ、パジャマのり巻きをどこかに捨ててこい。キャットボーイ、助けて。アオレット、結構。邪魔をするんじゃなくて、ナイト忍者のパレードをするつもりなんだ。パジャマスク、応援に来てくれたのか。忍者リーノ、どこまで話したっけ。ああ、そうだ、お前たちパレードのやり方は分かってるか。もちろん。嘘をつくな。派手な色に明るい音楽で、本当のパレードってやつを教えてやる。はいや。よーし、ストップ。すごくかっこいい。ねえナイト忍者、僕たちのパレードに出てよ。うん、みんなで一緒にやろう。ふざけるな、これは僕のパレードだ。好きにする。でもパレード
の指揮ならキャットボーイが一番だよ。そう、キャットボーイ、リズムを取って歩いて。忍者リーノたちもついてくるよ。太鼓なしで？また失敗したらどうする？お前らのパレードをナイト忍者の素晴らしいパレードに変えてやる。リーダーに従え、忍者リーノ。さあやるぞ。行こう。ほっといたらパレードの旗も車の色も全部変えられちゃう。スーパーアルウィンズ、スーパー月光パワー。キャットボーイ、リズムを取って忍者リーノを更新させるんだ。太鼓がなきゃ無理。まず太鼓を取り返す。何をやってるの？ちょっと待ってて。僕の太鼓を返せ。いいよ。やった。はいや。ベタベタ手裏剣でお前はベタベタべったりくっついた。太鼓はもらうぞ、キャットボーイ。ははあ、あっち行ってよ。うわ、べったりやられちゃったね。そうだね。見て、ナイト忍者にパレードを完全。キラキラ光る金のマイクで歌おう。盗んだ金のマイクでコンサートを開いてる。ガも一緒に歌ってるよ。僕がマイクを取り返す。そうだ、たくさん力を貸してくれた人に余ったコンサートのチケットをあげるよ。僕が一緒に行く。だって大の仲良しだもん。あれ、スーパー月光カムフラージュ。危ないと思ってそのままにしてきたけど。キャメロンって誰？僕は人形を取り返してただけだよ。でもなんでキャメロンがいるの？キャメロンって誰？寝たまま歩いてた。キャメロンって誰？家に連れて行かなきゃ。そう、人形よりキャメロンの方が大事だもん。誰なのキャメロンって。いい操り人形になりそうで。キャメロンが起きちゃう。やめさせなきゃ。人形を放り投げたりしちゃダメだよ。
こんなに可愛いのに。いいよ二人とも、ダンスを踊ろう。お友達に手を振って。やめてルナガール、寝てるんだから起こさないで。起こすつもりはない、そいつで遊びたいだけよ。ルナガールのとこへおいで、いびき坊や。ダメ、邪魔をしないで。月光、人形置いて早く手伝って。わかった、すぐに行くよ。こっちで待っててね、友達を手伝いに行くから。そいつはもらうよ、スーパーアルウィング、スーパーキャットジャンプ。おいでいびき坊や。アウレットは空から追いかけて、僕はスーパーキャットスピードで走るから。スーパー月光モービルカムフラージュ。いやいや、はいや。ライト忍者、待て。あは、一番小さいおじゃマスクか。スクールバスを返して、ナイト忍者。学校のみんなが家に帰れないよ。だからなんだ。僕はいつもパジャマスクに変な乗り物で追いかけられてた。でも今自分のを手に入れたんだ。世界で一番速くてかっこよくて強い乗り物に改造するぞ。月光モービルより強くするのは無理だよ。お前がいつも乗ってる気持ち悪い緑の車よりこっちの方がずっといい。違うね、バスは壁を走れないだろ。カムフラージュオフ。そうかもな。でも壁にくっつくなんて羨ましくもない。僕にはベタベタ処理券があるんだからな。忍者たち許さない。忍者リーナ、悪そうに笑うのは僕だけだ。どうだ、参ったか。チャチな月光モービルで僕に勝つのは無理なんだよ。大丈夫だった？どうして一人で急に飛び出してったの？何かあっても助けてあげられないでしょ。助けなくていいよ、もう大きいんだから一人で平気だ。待て、スーパーキックパワー。結構待って。ハハ、疑ってたのに。困ってる人は助けなきゃダメだよね。ごめん。今こそヒーローになろう。さあ話してもらいたいんだったら、どうやってお前たちの基地に入るか言うんだ。え、嫌だよ。はあ、なんだ、逃げられたのか。そうだよナイト忍者、基地は絶対に渡さないぞ。キャットボーイがお前を止める。ああ、お前がこのパジャマ猫を自由にしたんだな。そうだろ。はいや、はいや、スーパーキャットジャンプ。な忍者リーノどもめ、僕が自分でおじゃマスクを倒す。ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣。危ない。うわあ、いや、ああ、そいつを助けるのはやめろ、ミニ忍者リーノ。はっ、いや、はは、スーパーキャットスピード、やったね。いつも僕の計画を邪魔するんだ。キャットボーイ、何をする気？助けるんだ。ヒーローはみんなを助ける、ナイト忍者もね。ああ、そうだな、ミニ忍者リーノの言う通りだよ。ちゃんとありがとうを言わないと。行くぞ忍者リーノ。は？これでもうお別れだね。あ、あ
なんで叩くんだ？遊びたいんじゃない？鬼ごっこしたいんだよ。鬼ごっこ？あ、ごっこ猫ちゃん。そうやっていい子にしてると大好きだよ。ジャンプしろ、お邪魔すく。面白い。でもただ跳ねるんじゃなくて大きく飛ばないと。ちょっと調節した方が良さそうだな。アウレット、屋根までジャンプしてハッチから入りリモコンを奪うんだ。月光はタワーにジャンプしてパラボラアンテナを壊してくれ。なんでみんなやらないの？リーダーだからってキャットボーイの考えが一番とは限らないでしょ。何でも自分の思い通りにしようとしないで。でも、早くジャンプを止めなきゃ。操られるのって最悪だよ。そうか、僕も君たちを操ってたんだね。何でも言う通りにさせようとして、そのせいでこんなことになったんだ。大丈夫、なんとかなるよ。そうだね、立派なリーダーは他の人の意見もちゃんと聞くんだ。今こそヒーローになって一緒に作戦を考えよう。それじゃあキャットボーイはロミオの相手をしててくれる？その間に僕たちがこっそりタワーとアンテナを壊すよ。その作戦で行こう。よしと、調節終わり。飛べ。いいね、遊びは終わりだ。町の広場に行くぞ。あそこなら町中にリモコンが届く。追いかけてきたらまた操ってやるからな。おいロミオ、キャットボーイを操るのは無理だ。お前になんか負けないぞ。寝言は寝て言え、子猫ちゃん。よし、そんなことを言い張るんなら一緒に連れて行ってやろう。近くで僕の勝利を見るがいい。スイッチオン、逆立ちしてみろ。いざ広場へ。ねえロミオ、僕を空高くジャンプさせられる？そりゃ面白い。さあ飛べ、ぴょんぴょん。スーパーゲッコーパワー。ん？ねえ、今度はスピンは？スピン？いいね。いや、すごくないよ。すぐ降りろ。僕の傑作をうっかり壊したら困るだろ。学校でフロッシーフラッシュの彫刻も壊したじゃないか。アウレットの彫刻、わざと壊したんじゃなかったんだね。おい、僕の最高傑作に落書きをしたのか。すぐに消すんだ、早くしろ。どうだ、もう他の作品は全部博物館に隠したのか。よし、すぐにこの世から芸術は消える。そうか、分かったぞ。芸術作品を全部隠してナイト忍者の像だけ残す気だ。そんなことさせない。私の彫刻を壊したんだから、ナイト忍者の像を壊したってお愛子だよね。待って、ナイト忍者はわざとやったんじゃないんだよ。うっかりって言ってたもん。追いかけろ、忍者リーノ。やったんじゃないよ。でもこれでおわいこね。私のも壊されたんだから。うーん、そんな大事な僕の像が、美しい芸術作品が壊された。もうおしまいだ。あ、すごく悲しんでる。彫刻を壊されたアウレットの気持ちがやっとわかっただろうね。私、あんなナイト忍者を見てもちっとも嬉しくない。仕返しが一番だと思ってたのに。やり返してもいいことはないよ。うん、やっとわかった。ナイト忍者、本当にごめんなさい。直すの手伝うよ。お前が壊したくせになんだ。こうなったら他のやつらの作品も全部壊してやるぞ。笑うな、忍者リーノ。私が悪いの、許して。今でもこの像は素敵だよ。うん、ナイト忍者にそっくりだね。手が違うだけ。本当、一生懸命作ったのがよくわかる。すごいよ。もういいんだ、こうなったらやることはただ一つ、博物館を破壊する。像をぶつけろ、忍者リーノ。ダメだよ、忍者リーノ。ねえ、やめて。しよう。アウレッティニー、いい？真似して。
ゃないよ。もう一度。アウレティーニ、私がリーダーだよ。ちゃんと敬礼しなきゃダメでしょ。1、2、3、はい。ちょっと待って、勝手にどこ行くの。遊びはもう終わりだ。ナイト忍者が来る前に戦車を隠そう。待って、その前にアウレティーニを探さなきゃ。キャットボーイは歴史の部屋を見てみて、月光は科学の部屋ね。見つけた。そう、敬礼よりかくれんぼの方が楽しいよね。でもそろそろ帰ろう。さあ来て、もう行こう。アウレティーニ123。やった、みんな戻ってきたね。それじゃ一緒に歌って敬礼だよ。いい？真面目にやろうね。ちゃんと言った通りにして。でも忍者リーナはどこ？違った、アウレティーニーだ。アウレティーニー、ダメよ、やめなさい。分かってる？私がリーダーなの。それを渡して。あ、もうちょっと優しく頼んだ方がいいんじゃない？頼む？私の言う通りにすれば楽しいのに。でしょ、アウレティーニー。アウレティーニー、リーダーに逆らうつもりなの？しまった、やられた。あ、アウレットが。月光が時計を壊すまで僕がロミオの相手をしなきゃ。ご主人様、ちゃんと捕まえたのに。おい、また文句か。お前より小鳥をノロノロにする方が大切なんだ。僕を捕まえられるか、ロミオ。スーパーキャットスピード。邪魔をするんじゃない、街中をゆっくりにするんだからな。また君？でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！よしやるぞ、街を全部だ。そんなパーティーだよ、みんな。うわ、ドカンと行くぞ。スーパー月光パワー。何？やった、できたじゃないか、月光。いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、月光踊ろうよ。月光、月光、ダダダダ。月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろ、パジャマスク。次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。してる。僕がロボットをうまく誘い出すから、君たちはそっと後ろに回ってロボットを転ばせて。タブレットでロボットを動かせばいいよ。ロボットの制御システムにログオンするね。待って、アウレット。できた。見ててね。あ、何が起きたんだ。なぜ私は基地を太鼓代わりにしている。うわあ、うわ、止まらないよ。ちょっと待ってよ、アウレット。何やってるの？これじゃ大失敗だ。すぐに止めよう。あー、ロボットのシステムがおかしいんだよ。こんなの簡単、すぐ直すから。わー、わー。
飛んだロボット。ああ、なるほど。小鳥ちゃんの仕業か。でもロボットはご主人様の言うことしか聞かないんだ。中で修理をしよう。結構急いで、スーパーキャットジャンプ。おっと、入るなよ。ピクチャープレイヤーの使い方を静かに考えたいからな。わみんな落ち着いて。ただの化石だよ。博物館に来たみたい。タブレットはもうやめて、失敗ばかりだ。キャットボーイの言う通り、タブレットじゃなくて自分たちの力で戦おうよ。でもロボットをドアからどかしたのはある意味タブレットの力でしょ。次はもっとうまくいくよ。だけどやっぱり大丈夫だってば。さあ行こう。ほら、ロボットはいない。中で修理してるのよ。私のタブレットのおかげでしょ。よし、やっと予備のスイッチを見つけたから、ロボットを充電している間にパジャピクチャープレイヤーをオンにしよう。やめろ。お邪魔すくどもか。もう遅いよ。諦めなさいロミオ。こっちにはタブレットがあるのよ。そうかい。こっちにはお前たちのバリアがあるんだ。なんてオフにできる。じゃあまたオンに。僕が決めたやり方で悪いことをする。今のは確かにイマイチだったが、次はうまくいく。まだ終わりじゃないぞ、ジャマツくん。見てろよ。必殺技を出したのにダメだったか。必殺技じゃなくたって構わない。悪者を倒せればいいの。でもせっかくのチャンスだよ。ヒーローらしいところを見せなきゃ。ナイト忍者が見つからない。どこに行ったんだ。今日の必殺技で倒してやる、ナイト忍者。あれ、どこ行ったの。気をつけて、ベタベタの蜘蛛の巣だ。ああ逃げ道が一つあるよ。上から出る。僕がスーパー月光パワーで巣をどかすよ。待って月光、僕がスーパーキャットスピードで走って蜘蛛の巣を破る。さあ新記録だぞ。おじゃマスクどもがハエみたいにクモの巣にかかったぞ。やっぱり僕の悪だくみは最高だな。大して悪く見えないってどういうことだ。わかった、もっと悪い作戦を考えてやる。みんなが震え上がるやつを。スーパーキャットパワー。待ってて、すぐ下ろしてあげる。ルナガールから逃げてきたんじゃない。うまく連れて帰れるといいけど。ねえ蝶々さん、一緒に飛ばない。こっちよ、お家に帰ろう。綺麗な色だね蝶々さん。僕は何色がいいと思う。この色、それともこれ。もうじれったいな。スーパーキャットスピードで一発だよ。あれ、蝶々はどこ。捕まえた。何？乱暴すぎるよキャットボーイ。蝶々さんが怒っちゃったでしょ。俺ならすぐ連れて帰れるだろ。他のも捕まえなきゃ。見て。わかった、あの蝶々は僕たちに任せて。来て、一緒に帰ろう。さあこっちだよ。好きな色は赤、緑、青、それとも全部。スーパーキャットスピード。1匹、2匹、3匹。やった、僕蝶々取りの名人だ。お、キャットボーイ、乱暴はやめて。それじゃ蝶々たちがかわいそうだよ。助けてあげたんだ。ルナガールと他の蝶々はどこだろう。ねえ見て、ガが飛んでるよ。飛んでいけ、お前
前たちはもういらない。行くぞパジャマスク出動だ。あんたたちドジナガはいつも失敗ばかり。これからは町長手下として使うつもりよ。どこにも行かせないよ、綺麗な町長たち。もうやめろルナガール、パジャマスクがかわいそうな町長を助けに来た。ああそう、わかったよ。最後のチャンスをあげる。おジャマスクどもをやっつけるんだ。うわっ、うわちょっとやめて。ガはみんな向こうに行った。1対1じゃ僕には勝てないだろ。いいえ勝てる。あのロミオはヒーローだ。最高。の声が元に戻ったんじゃない、ロミオが月光の声で喋ってるんだよ。キャットカーに乗って、うん、どうせ追いつけっこないね。パジャマスクはただのいい子ぶりっ子だ。何をやってもダメダメなんだよ。でもロミオは違う。ロミオは天才だ。そう、天才なんだ。月光みたいな足の臭いトカゲとは大違いだよ。足の臭いトカゲか。僕は悪口を言うのも天才だね。子猫ちゃんとフクロウ頭がトカゲ坊やの声を取り返しに来たら声を奪ってやる。声をなくした間抜けなパジャマスクどもは僕を倒す作戦を話し合うこともできないんだ。最高にいい考えだね。ありがとう。自分でも冴えてると思ったよ。僕らがロミオの相手をしてる間に声の機会を取るんだ。こんばんは、悪の天才ロミオ。世界一の頭脳を持つ発明の名人。優秀すぎる人。どうか月光の声を返して。大切なものなんだよ。悪の天才、最高の褒め言葉だね。そう、あなたは誰よりも賢い素晴らしい悪者。うん、パジャマスクが君に勝てるなんて思えない。明日別の詩でやってみよう。新しい詩。やっぱりおとりか。騙そうとしたな。無敵の天才ロミオに勝つのは無理だ。一体何があったの月光、ラボから落ちるなんておかしいよ。あ、わかった。もしかして明日学校で詩を読みたくないとか。乗ってロミオを探しに行こう。あいつは負け犬、いや負けヤモリだ。ロミオはナンバーワンだね。その通り、歴史上で一番すごい発明家だよ。間違いない。それにかっこいい。ああ、月光いいこと言ってくれるじゃないか。世界をより良くするのは誰だ。やる、古代の寺から何千キロも転がしてきたんだ。これこそ力の源の岩。力の源の岩？その話カンフーの本で読んだよ。伝説によるとね、岩の中にすごいメダルが隠されてるの。これのことか。すごい金メダル。そうじゃない、力のメダルだ。誰よりも強いヒーローだけが岩を砕きメダルを手にできる。その強いヒーローとはもちろんこの僕。強いヒーロー？ナイト忍者はヒーローじゃないでしょ。必ずメダルを手に入れるから楽しみに待っていろよ。笑うのはその後だ。強いヒーローだけが持つことのできるメダル、それがあれば僕が強いってみんなにすぐわかるよね。月光、何の話をしてるの？僕があの岩を割ればメダルはナイト忍者じゃなくて僕のものになる。それを本のスポーツ選手みたいに首に下げるんだよ。カンフーの力を見せろ忍者リノ。ああ、もっと強く叩くんだ。こうだよ、はいや。君の力じゃ無理だナイト忍者、僕がやってあげる。結構やめて。でも僕が岩を割ってメダルを手に入れたらナイト忍者はもう怪盗を壊したりしないでしょ。できもしないことを言うなトカゲ坊や。忍者リノ、さあ岩を転がせ。追いかけろ、弾んだ拍子に割れるはず。岩
岩を転がし続けたら町中がぺっちゃんこになっちゃう。なんとかして止めよう。行こう。僕があの岩を割るんだ。あの岩は誰にも割れないよ。危ないから止めるだけでいい。でも僕がすごく強いって見せたいんだ。それで部屋にメダルを飾る。月光はものすごく強いから岩を叩いたらどこかへ飛んでいっちゃうよ。他の手で行こう。ナイト忍者の周りを僕がぐるぐる回って。そう、私が月光をその中へ下ろし、岩を叩き壊す。違う、岩を基地に持っていくの。わかった。よし行こう。スーパーキャットスピード。また一台止めなくしてやったぞ。もう少しで空を飛ぶのはこの素晴らしい僕だけになるんだ。お前なんかよりずっと上手に飛べるぞ。空を飛ぶのがナイト忍者だけになるってどういうこと？もしかして航空ショーの熱気球も盗むつもりじゃない？飛ぶものを全部手に入れる気だよ。アウレット追いかけよう。でもアウルグライダーが壊れちゃったし。アウルグライダーがなくてもアウレットは空を飛べるでしょ？うん、無理。無理ってなんで？ナイト忍者がすごすぎるから私はあんな上手に飛べない。え？アウレットだってすごく上手だよ。ベタベタロープでグライダーを壊されたのはアウレットのせいじゃないし。そう、大丈夫だよ。まず基地にアウルグライダーを運ぼう。それから博物館に行くんだ。博物館に古い飛行機があるのを思い出してよかった。かっこいいだろ。うわあ、本当上手だね。ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番うまいのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで。自分でやってみる。いけ。タイヤで堀を埋めてる。でもなんで？橋を作る気だよ。橋を渡ってここを攻撃するつもりなんだ。なんとかして止めなきゃ。任せて。向こうの基地みたいにこの基地も回すから。かっこいい。え、ダメだよアウレット、回さなくていい。この基地にはすごい武器がたくさんあるんだ。それで戦おうよ。基地をくるくる回した後でね。月光、お願いがある。僕がナイト忍者を引きつけるからタイヤの橋を壊して。それじゃあ作戦開始。アウルビーム。何？バイバイタイヤの橋。これでオーケー。くるくる回るよ。え、何？ベタベタ処理券はもう投げたっけ？もう一度やっておこう。うわ、うん、遊びはもう終わりだパジャマスク。ここに立っている騎士は一つで十分なのさ。世界一の騎士は僕のだ。どうしよう、タイヤの橋を渡ってきちゃうよ。私のせいだね。ナイト忍者の基地にある新しい武器を見たら羨ましくなっちゃったの。みんなの言った通り、他の人が持ってるからって欲しがるのは良くないね。気にしないでアウレット、ナイト忍者に勝てる武器が絶対何かあるはずだ。みんなでスクールバスを取り返そう。ナイト忍者を倒す武器ならあるよ。この基地にちゃんとね。今こそヒーローになろう。やるぞ。世界で一番の基地は？ナイト忍者の基地だよ。僕たちパジャマスクの基地は潰されちゃってもうないんだ。それを見せてやる。
させてやれ、忍者リーノ。ダンスなんてやだよ。その小さな体で踊ったらものすごく可愛いぞ。僕の作戦は素晴らしいな。僕の世界征服作戦の方がすごい。僕の方がすごい。あのダンスを見ろよ。なかなかいいね。でも世界を征服したらどんなことも思いのままになる。スーパー結構カムフラージュ。このダンスより面白いものがあるかい。今助けるよキャットボーイ。あとは任せて。ぼーっとするな忍者リーノ。追いかけろ。このままじゃ大変だ。作戦を考えなきゃ。小さい体でもできる作戦をね。僕小さくないよ。ちゃんとリーダーをやれるし。さあ行くぞ。僕が代わりに運転するね。大丈夫だよキャットボーイ。元に戻す方法を何か考えるから。もう思いついたよ。ナイト忍者とロミオの周りをぐるぐる走って目を回す。それで僕が飛びかかってマシーンを奪う。でもミニマシーンは大きいよ。だけど君は小さい。平気だってば。ちょっとくらい小さくなったって今までと同じように活躍できる。さあ行こう。逃げられたってどういうことだ。パジャマスクたちは今どこにいる。悪者たちの目を回して。この隙に私は月の気球に乗って遠くに行く。さあ出発だ。どうなってるの。邪魔な子猫ちゃんが絡まった時にロープが切れそうになった。なんでもっと早く言わなかったの。気球だ。アウレットはキャットボーイを助けて、僕は気球を捕まえる。無理かも。うわぁ、ありがとう。僕の方が上手に飛べるなんて言い張って本当にごめんね。いいのよキャットボーイ。ルナボード大好きな。ルナボード、また会えて嬉しいよ。今こそヒーローになろう。アウレットが空を飛んで気球を追いかけるんだ。月光を助けなきゃ。そうだね、力を合わせて頑張ろう。スーパーキャットスピード、アウルウィング。探してるのかトカゲくん。スーパーキャットスピード。スーパー月光センスが間違ってたんだね。スーパーセンス、やめてくれ。間違ってないよ。ナイト忍者はちゃんと学校にいただろ。中じゃなかったけどね。お前とお前一緒に来い。
奴らの旗を取りに行く。残りの者はこの旗を守れ。ナイト忍者が旗を取りに行った。アウレットを助けに戻ろう。邪魔なのは小鳥ちゃんだけか。なんだって？トカゲ坊やが森に向かった。よし、あの間抜けにスーパーセンスが本物だと思わせてやろう。なんで森に来たの？ナイト忍者は基地に行ってるはずだよ。この近くにいるって月光センスで感じるんだ。ほんとだよ。ほら、あそこ見つけたぞ。残念だけど誰もいないよ。スーパー月光センスなんてないんだろ。スーパーキャットスピード、うん、どうなってるんだ。ナイト忍者が近くにいる。ベタベタ手裏剣が証拠だよ。スーパー月光センスでナイト忍者の場所を探してみる。あっちだ、行こう。マヌケなあのトカゲはインチキパワーで僕に勝つ気なのか。ちょっとばかり思い知らせてやろう。はいや。スーパー月光センスで分かったんだよ。ナイト忍者はあっちに行った。あ、手裏剣がくっついてる。全部剥がさないと月光モービルを動かせない。そんな時間ないよ。ついてきて。ネギの蹴りを受けるがいい。あ、月光？準備運動すればよかった。みんなの遊び道具だぞ、すぐに返せ。断る。このロボットは私の友達だ。キック、ロボットが逃げるぞ。追いかけよう、マスターワン。ねえ、二人とも待って、慌てないで。私は空を飛べるから上から見てあげる。マスターファンとキックマギーに助けは必要ない。我々は武術の達人だ。はいや。そう、どんなやつでも倒せるぞ。ごめんね。大丈夫。いや。でも私は何したら。危ない、避けて。あんな攻撃ずるいよね。うん、ほんと。でもキックマギー様は転がるゴミ箱なんかに負けたりしないぞ。ロボットはどこだろう。公園の方に行ったよ。わかった、キャットカーに乗って。はい、とっ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 と。いやっと。気をつけろ、お邪魔スク。新品なんだぞ。まだ完璧じゃないけど。大丈夫かい。もっと気をつけろ、この間抜け。今なんて言った。うん、何も。うん、よし行こう、ロベット。これからどうする。君たちはここでゆっくり見ててよ、キックマギー様の活躍を。え、嫌だよ。そうそう、活躍するのはマスターファンだ。じゃあ2人で一緒にやろうよ、昨日の番組みたいに。じゃあ私はフロッシーフラッシュになって。ここで待ってる。それがいいね、最高。はい、いや。声聞き覚えがあるね。忍者アリーナはすごく強くなくちゃダメなんだ。ララ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 。ナイト忍者だ。忍者リーの軍団が運動の道具を使ってるよ。ああ、こんばんは。パジャマスク、運動の道具を返せ、ナイト忍者。お昼にみんなが使うんだ。僕だって使うんだよ、スーパー忍者リーノのためにね。どんどん鍛えてどんどん強くなる。そしたら僕の素晴らしい忍術を全部教えてやるんだ。僕の方がずっと強いもんね。運動の道具を取り返そう。ここからは僕に任せて。悪いけど君たち、この自転車は返してもらうよ。お昼に子供たちが使うんだ。うわ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 、やめてよ。あうわうわ、忍者リーノたちほんと強くなったね。だろ、もう少しで僕の練習相手になる。イエーイ。
もう少しって言っただろ。それじゃあ次のトレーニングエリアに行くぞ。ページをめくれ。惜しかったね月光。やっぱり3人で戦う方がいいよ。いやだ、忍者リーノはみんな小さい。僕一人でも勝てるはずだよ。行こう。